はじめまして、ウエストビレッジインベストメントの成田と申します。今日は、約90分ほどですね、お時間をいただいて、フィボナッチトレーディングについて、お話をしていきたいと思います。で、今回、フィボナッチの、数字そのものを使うわけでないんですけども、前方のスクリーンに、黄金比率、まあ、俗にフィボナッチ比率と言われてますけども、その中でも、特に有名なのが 0.382 と 0.618、 この2つですね。それに付け加えまして、フィボナッチ指数そのものの1、それと 1.618、 この4つを組み合わせた形で、後半の方で、フィボナッチ分析と特にフィボナッチの戦略ですね、実際にこの数字を使ってどうやってやるんだというところで、ご説明しますけれども、私が紹介するフィボナッチトレーディングはこの4つの比率しか使いません。私が監修させていただきましたジョーディ・ナポリの本もこの4つしか使っていません。ジョーと知り合ったのがもうかなり前ですけれども、彼と話した時に、そもそもなんで4つなのと言った時に全く同じ答えです。たくさんあってもそんなに使わないでしょうと。そもそもこれらの4つの組み合わせをすると、たくさんのポイントがチャート上に、点在していると。必要なのは最も重要なポイントだけであって、たくさんの指数ではない、比率ではないと。ということで私もそれに共感しておりまして、今回は、この4つですね、特に 0.382 と、0.618、 これをメインに使っていきたいと思います。で、本日の、講演の中で、私がそのポイントを置きたいのは3点あります。その第1番目が、トレンドの定義、そして第2番目が、フィボナッチの分析です。そして、第3番目がフィボナッチの戦略で、本日、第1番目のポイントとしまして、まずトレンドの定義について、若干のお時間をいただいて、説明したいと思います。トレンドの定義っていうのは、実は、私が知る限り、各トレーダーさん、によって全く違うものだというふうに思います。一般的にトレンドの、定義、トレンドの判断に用いられているのは、MACD ですとか、まあ、MACD と言われるやつですね、移動平均ですとか、または移動平均の傾きですね、というような、テクニカル指標を使って分析されているケースが非常に多いと思います。で、ただこのトレンドですけども、先ほどから言っているように時間枠を変えれば同じ商品でも全く違う方向を向いていることが往々にしてあります。ですからトレンドの定義をする上で、一つ最初に決めなければならないのは時間枠、日足なのか週足なのか、例えば5分足なのか、一体どの時間枠を使うのかということをまず決めないと次に進めない。私自身が考えたこのトレンドの定義ですけども、基準になっているのは単純移動平均の10、パラメータが10、月足でも日足でも、週足でも分足でもパラメータは一緒です。アップトレンド、上昇トレンドの定義ですけども、移動平均線よりを基準にバーが上にある、ただしバーの安値が移動平均よりきれいに上にないとダメです。触っていてはダメです。バーの安値が移動平均の上にある。で、実はどことどこを使っていいかわからないということなんですが、このスイングポイント MVP ですけども、私自身は非常に単純に定義づけてます。前方のスクリーンの向かって左の方ですけども、上に MVP と書いてます。よく見ていただくと3本のバーがあって、真ん中が高くて両脇のバーの高値が中心のバーの高値よりも低い状態、これが MVP の頭、天井の部分ですね。で、向かって、スクリーンの右側の方ですね。こちらも MVP と下に書いてますけども、バーの安値が両サイドのバーに比べてより低い状態。
これが MVP です。で、この MVP をまずは見つけて、で、MVP と MVP の間を測って、で、そこに 38%、もしくは 61%、もしくは 62% ですかね、かけて求めるのが、端的に言いますと、リトレースメントの私自身のやり方です。まずはそのスイングポイントを明確にして、そこから分析をしていくと。で、そのスイングポイントは無数に存在しているというふうになります。で、このスイングポイントですけども、MVP2 つの間にフィボナッチ比率をかけてやるのがリトレースメント。つまり戻り調整ですね。MVP3 つ使って求めるのがエクステンションです。スイングポイントが3つ必要になってきます。ABC ですね。で、求めていくのがエクステンション。ですから、事前に節目を計算することができるのが、このフィボナッチ分析の大きな特徴になると思います。それで 38% と 62% で算出された値が、より重なっているような状態。ジョーディ・ナポリ氏は本の中で、それをアグリーメントですとか、クラスターというような言い方をしますけれども、重なったポイントが、やはり、強烈なサポートであったりとか、レジスタンスになっているケースが往々にしてあります。ここで私がいろいろ、海外のトレーダーとかから教えてもらったことと、私自身が、分析したことについて、お話をさせていただきますと、38と62が重なったような状態、前方のスクリーンですね。値が非常に接近している状態。一つの節目だと言います。フィボナッチトレーディング。ディナポリツールで応用分析。トレンドとスイングポイントのコンビネーション。フィボナッチ等級数を利用して、サポートやレジスタンスを割り出し、差し値注文を置いたことがあるトレーダーは多いのではないだろうか。例えば、マーケットの戻りで差し値が絶妙なポイントでヒットしてポジションを立てたが、次も同じようなポイントに差し値を置いて待っていると、マーケットはそのポイント付近で折り返すことなく、そのままブレイクして走ってしまい、ポジションを切るに切れないという経験をしたことはないだろうか。問題は、どのポイントを使ってサポートとレジスタンスを求めればよいのか、明確ではないことだ。本 DVD では、フィボナッチ等級数を使ったマーケット分析、仕掛けと仕切りを含めた実践戦略について解説していく。対象商品は、株価指数先物や個別株、そして FX にも活用できるダイナミックなトレーディング手法を多くの例題を使って解説していく。このアプローチが各自の運用スタイルに必ずプラスになるだろう。